日本東京都豊島区金目町金目町は東京都豊島区の町名。現行行政地名は金目町1丁目から金目町3丁目。郵便番号は171-0043。金目町は池袋駅から金目町通りを伝って西北におよそ1キロ先の西池袋に接する場所から始まり、道区西池袋、池袋、高松、仙川。 千葉やと板橋区向原に接する。さらに、金目町一丁目の金目町通りと山手通りの交差点あたりから金目町三丁目の金目町通りと、千川通りの交差点あたりの間にちょうど位置している。その、金目町の真ん中を通っている金目町通りの真下を、東京メトロ有楽町線と副都心線が通っている、ことになる。また、 山手通りの上には、首都高速中央環状新宿線が通っているため、金目町一丁目は、金目町通りと山手通り、首都高速中央環状新宿線が交差する、交通の要衝としても重要な位置を占めている。また、金目町通りの両サイド側には、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディの直営店があり、別名が医者通りとも言われている。 学校法人立教学院は、住所は西池袋にあるものの実際は、池袋駅よりも金見町駅の方が近いため、通学路の一環としても使われている。かつての長崎村の一部で、長崎村は1871年11月に、浦和県から東京府に編入された。その後1926年に町聖市東京府北、豊島郡長崎町となった。 1932年に東京市に編入し、高田町、菅野町、西菅野町、長崎町が合併して、都市区を発布。そして1939年に町名変更により、金目町に変わった。旧長崎町のほぼ中央にあり、扇の洋のような位置を占めていたことによる名称である。2017年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。ありがとうございます。